次がランジ、プレートを置いて、まあ、段差を作ってね、それで大殿筋とハムがストレッチできるように。でポイントとしてはこれ、上げた足を前に、まあ、膝蹴りをするような形で前に出すと、ここで言うと左の大殿筋がさらに収縮するので、でしっかりこの後ろに下ろした足がの膝が床につく、ついてるし、これ俺の場合はつくまでやってるけども、つく直前まで下ろす。これが最後、俺の最後の種目、レッグプレス。これ上に置くと、あのお尻とハムに負荷が行くので、これ膝が低い位置に置くと大体初期に負荷がかかる。で、チコのようなイメージで下ろすと下ろしやすい。Yeah.